今回は赤い扉が印象的なバスコ赤坂店から3点新作のご紹介と、新しいサスペンダーが入荷してきましたので、サスペンダーのおすすめの使い方などいろいろ紹介していきたいと思います。はい、今回はラウムトップの方から紹介していきたいと思います。2色展開になっておりまして、ミックス赤の、こちらのボーダーと、店長が着てるのがミックスアイのボーダーになります。ちょっと分かりにくいんですけど、細ボーダーになるので、ちょっとこんな感じでボーダーがちょっと苦手だなという方にも割と取り入れやすい細いボーダーとなっております。はい、ラッカーパンツの方を紹介したいと思います。こちらは秋冬もすごく人気だったアッシュプールで作って、赤と黒を2色作ってたんですけど、それと同じ形で、春夏は今回はデニムの8オンスのデニムと、白の方が、チノ素材、マオパンツでもすごく人気のチノ素材で作っております。まあ、特徴としては前にこのラインが来るので、ちょっと前から見たらすっきり見えますし、後ろはこの部分にラインが入るので、ちょっと違うフォルムを楽しんでいただける、楽しめるパンツとなっております。で、まあ、チノの方はちょっと固めなので、そうですね、着ていくうちにもっと本当どんどん馴染んでくれるような素材感になりますので、もう本当いっぱい着てもらって馴染ませていただけると着やすくどんどんなっていきます。はい、続いてはシャーリードレスを紹介していきたいと思います。カラーが2色展開となっており、藍色に近いブルーのこちらのカラーと、春らしいクリーム系の黄色のカラーとなっております。特徴としては袖の2箇所にシャーリングが施されており、長めのカフスがポイントとなっております。腕の止まる位置までぐっとカフスを上げることで、ふんわり袖を作ることができ、何より柔らかい印象となります。また後ろの襟下にもシャーリングが施されているのもポイントです。前ボタンが2つずつ並んだデザインは存在感があり、麻の柔らかな落ち感のあるドレスなので、ドレスとしても前秋羽織としてもおすすめです。続いては新作の黒の X 字タイプとストライプの Y 字タイプの2色のサスペンダーのおすすめの付け方を紹介していきます。サスペンダーはこのように前後のウエスト部分に留めて使用するのが一般的ですが、こちらのサスペンダーの留め方は左右それぞれにパンツのポケットの中央に留め、後ろは T シャツをつまんで留めています。この留め方は体離れがよく、 T シャツをインしなくてもつけられます。今ですね、つけてるサスペンダーの方がこのパンツの部分につけてるのと、パンツのこのポケットの部分につけて、ちょっとこうアシメトリーな感じでつけてます。後ろ部分もパンツに留めています。こちらの黒のサスペンダーは X 字タイプなので、背中もポイントになる安定感のあるデザインです。前はポケットに留めることでサイドに立体感を出すことができるので、ドレスにつけたりするのをおすすめです。はい、続いては後ろは同じになるんですが、前のお洋服の部分にちょっとつまむ形で留めています。こちらは今左右平行になるような形でデザインで留めていますが、左右高さを変えて留めていただくのもアシメトリーの洋服のデザインを楽しんでいただいたりすることができるのでおすすめです。サスペンダーは柄や太さ、後ろのデザインが違うだけでぐっと雰囲気を変えることができるので、イメージチェンジできるアイテムとしてぜひ取り入れてみてください。はい、今回は赤坂店の方からサスペンダーと、ボーダーの T シャツなど新作の方を紹介していきました。今回の夏のテーマがバカンス気分でっていうのがテーマなので、ボーダーの取り入れ方だったりとか、普段あまりこうサスペンダーとか使わないっていう方なんかにもおすすめできるような商品をご用意しております。店舗のスタッフもサスペンダーの使い方がすごく上手なので、ちょっと挑戦してみたいなっていう方なんかは、いろいろ使い方などぜひぜひ聞いてみてください。今回もご視聴ありがとうございます。